キーパンを焼くときは低い方がいいって一概には言えなくて、どんなパンを焼きたいかによるんですよ。天然酵母パン蔵の椿留美子です。素朴な疑問、質問、お悩みに答えていきたいと思います。椿さん、質問です。はい、どうぞ。私、次は大きいパンを焼いてみたいんですけどもうん、大きいパンを焼くときはオーブンの温度はいつもより低い方がいいですか？大きいパンを焼くときは低い方がいいって一概には言えなくて、どんなパンを焼きたいかによるんですよ。なので、みおちゃんがどんなパンを焼きたいか。カンパーニュみたいなパンを焼きたいんですけど。カンパーニュはね、焼き目が濃いよね。で、ちょっと硬い感じ、バリッとしてて中が柔らかい感じなので、そういうパンを焼きたいっていう時は高温で焼いた方がいいんです。で、あとね、クープって言って切れ目をこうね、綺麗に出したい時、カンパーニュなんかそうだと思うんですけど、そういう時は、ちょっと高温で、高温に熱したオーブンにワッと入れるって感じかな。なんで石窯とかはね、すごく適してますね。ふわっとした柔らかいパンを作るときは違うんですか？食パンなんかはそうなんだけど、食パンって焦げ目がをつきつかせたいとか、ちょっと硬めのハードを食べたいとかないでしょ柔らかく食べたいよね。そういうときは低温でじっくり長い時間で焼く場合が多いかなと思います。私が焼きたいのはカンパーニュなので、いつもより少し高い温度で焼けばうまくいきますか？そうね、オーブンによるんだけどね。そのオーブンが焦げ目がつきやすいのかどうか、つきにくいのかとかね、あとはファンが回ってるかどうかとかね、そういうのでもちょっと変わってくるから、自分のオーブンでどういう風に焼けるのかっていう、やっぱり自分でちょっと研究しないとわからない部分があるから、何回かやってみて、ちょっと高温で焼くっていうのは頭に置いといてもらって、試してみてもらえたらいいかなと思います。わかりました、焼いてみますはい、焼いてみてください。今日のポイントとしては、大きいパンだからといってね、高い温度で焼けばいいとか低い温度で焼けばいいとか、そういうんじゃなくって、どんなパンにしたいのかっていうので温度をね、決めていってもらいたいなと思います。それでは、美味しいパンを焼いていってください。さようなら